三田大高堂は、かつて、東京府東京市港区三田の、慶応義塾大学三田キャンパス内に存在した、建築物である。正式名は、慶応義塾大高堂。収容人数は2000席、2000九1945年5月25日の、東京大空襲により消失。慶応義塾大学の塾生数の増加やより、収容人数の大きなホールが必要となったことに、 ともない、慶応義塾特選塾院及び、慶応義塾評議員である、森村財閥の創始者、森村一財門が、発起人となり、財団法人、森村と弱き会の5万円を軸に、福沢桃助ら有志の寄付により建設を開始。1913年12月19日に着工して1915年4月25日に、完成した。開館式には、 森村一左衛門のほか、渋沢栄一、吉原、正明、犬飼武氏が出席して、鎌田栄吉が開会の辞を述べた。さらになる瀬正幸が寄贈した和田栄作による福沢諭吉前進立像画のおぬかも掲げられた。三田キャンパス西側崖上のビッカースホールの跡地に建築。二千名収容で座席は全席長腰掛け、一階は移動可能。 最高のために来た東、南の三方に、側窓が設けられ、山窓を開いてその下方にステンドグラスが、はめ込まれるという構造を。東京帝国大学の安田行動や早稲田大学の大熊行動よりも早くに気候及び竣工されており、大学行動近代建築の歴史内でも重要なものと言える。1923年9月の、 関東大震災による被災で外壁が大きく破損したが、三井家や森村財閥、古川虎之助、野村実、成瀬や、藤田平太郎、日比谷平左衛門、岩崎やら慶應義塾ゆかりの人物や、団体の寄付もあり、改修工事が行われ再度供用。玄関がすっかり改装されて3階のバルコニーには、マスコットのユニコーン像が設置され、 天窓に2本の剣が設置されているのが特徴である。1945年アメリカ軍の空襲により消失。敗戦後、財閥解体や多くの慶応義塾関係者が公職追放となったことにより再建が不可能になった。また、大行動を失った慶応義塾大学は、それから創立100年、日吉記念館の完成まで、式典は野外で挙行しなければならなかった。 焼け残った外壁は1957年5月に取り壊され、跡地に西校舎が建設された。西校舎の大教室には大講堂を彷彿とさせる同じ向きの教室もある。ありがとうございます。